セルを結合して中央揃えをします。セル A の位置から H の位置をドラッグする。セル A の位置から H の位置が選択されます。配置グループのセルを結合して中央揃えボタンをクリックします。セル A の位置からセル H の位置が結合され、 A 列から H 列の中央に表題が配置されます。 セルを結合して中央揃えボタンを利用すると、セルの結合とセルの中央揃えを一操作で実行できます。フォントの変更をします。セルの A 位置をクリックします。セルの A 位置が選択されます。フォントグループのフォント名ボタンの下向き三角をクリックします。フォントの一覧が表示されます。 HG マルゴシックMプロをクリックします。セル A 1のフォントが HG マルゴシックMプロに変更されます。フォントとは文字の種類、車体のことです。コンピューターで扱えるフォントの種類は様々ですが、用途とフォントの持つ雰囲気をうまく組み合わせて使用するとよいでしょう。フォントサイズを変更します。 A の位置をクリックします。 セル A の位置が選択されます。フォントグループのフォントサイズボタンの下向き三角をクリックします。フォントサイズが表示されます。14をクリックします。フォントサイズが14ポイントに変更されます。フォントサイズとは文字の大きさのことです。単位はポイントです。Excelの標準のフォントサイズは11ポイントです。 合計の入力をします。セル H の4をクリックします。セル H の4が選択されます。編集グループのオートサブボタンをクリックします。セル C の4から G の4が派線で囲まれ、セル H の4にイコール SUM C4G4 と表示されます。エンターキーを押します。 セル H の4に正面ゲートの合計値が表示されます。合計はオートサムボタンを使用して入力します。合計を入力するセルをクリックして、オートサムボタンをクリックすると自動的に合計する範囲を判断して、派線で囲んでくれます。合計する範囲が正しい場合は、エンターキーで確定。範囲が違っていた場合は、ドラッグで範囲を指定し直すことができます。